すっぴんですね。すっぴんにした。すっぴんにした黒毛を磨きます。新しいやつ、シューシャインクリーム映ってんのかな。東急ハンズと M モーブレーのコラボ。あ、パッケージめっちゃ反射してた。開けてみよう。トロトロ、なんかトロトロですね。はい。行ってきます。すべすべですね。コロニルみたいな感じね。この感じ系です。あ、すごいすごいいいっす。これ映ってる。あっ、この人としてはそうなんです。映りますか、映りますか。ちょっと映ってこないようになるべくお願いしますね。見て、分かる？この違い。右塗った後、こんなシンプルに塗った。左塗った後、塗る前だ。え、何？ちょっと待って。分かる。惑わさないで。何何？ちょっとこっちなんで。あ、もうすごい色もだいぶ戻りましたよ、濃くなって。破壊する音。そう、だから撮ってるんですけど、ちょっと今いい、ちょっと
させてもらっていいですか。一応薄くクレームだけ塗りましょう。甘髪じゃないか。薄くね。気持ち程度塗っていきます。さっきのだけで十分でしょうけどね。ほとんど取ってないですからね。わかんないでしょ。わかんないぐらい。ちょっとでいいんですよ。ちょっと拭き上げた時にほとんど表面に残ってるんです。ほとんどっていうか大部分。ちょっと塗り伸ばせばいいんだ。これで曇ったから薄くやればね、こんな待たなくて意外とね大丈夫。曇ってるから。おかしいな。クリームと最初のクリームとクレームの相性が悪いかもしれない。やべえ、失敗したかも。乾けば大丈夫。水分が多いやつとクレームだったから油分が多くてこうなったんですね。あ、ほら油分なってきたって思いたいな。ホームベーカリーの地震が発生中。ここまで終わりましたんで、
次は拭き上げます。まあよく拭き取ってあげましょう。空拭きですね。今回紐はですね、ちょっと面倒くさがりなんでしまってないんですけど、問題ないです、大丈夫です。気になる人はしまいましょう。気にならない人は自己責任の上でやりましょう。紐にクリームがつくとかね、よくあるんで、まあ、あんまり私は気にしないんで。クリームなんか汚い砂利とか土雑草の中に入ったりすることも多いので、それに比べればなんてことないですね。ツヤがちょっと出てきたんじゃないですか。に入るわけですけど、どの程度光らせるかが問題ですね。まあ、今回どうしようかな。いつも10段、わかんない、10段階の中で5か6ぐらいまでにしとこうかな。キャンキャンすぎてもこれ、この間までは結構光らせてるけど、そこまで光らせないで、もうちょっとカジュアルな感じで開けるような雰囲気を出してあげたい。もうこれだと結構全然いいでしょ。全然お手入れとしてはここまでのフィニッシュですね。最後の仕上げがこの仕上げですね。どうしようかな。サフィールのこれはフォームという、とても薄いなんかオレンジ色みたいな、すごい明るいライトブラウンみたいな色ですね。最後は仕上げは矢沢のブラウン、こういう色、これを使っていきます。カチカチになってる、ね、これは後で、ね、撮るのはこんな一瞬ですよ。シャンって撮って、まあ、ブログですけどそんなにビビんないんで塗っちゃっていいと思いますけどね。程度光らせるかはその人の好み、いやその時の気分が大きく左右すると思うので、必ずしも光らせるべきとかそういうのはないっすよね。好きにどうぞって強要した時点でちょっとあんまそれってどうだろうってとこですからね。
ノーカットで。ノーカットで。編集してね、1時間とかな磨いてる動画で長いしね、もう現実的じゃない。あ、だから声やったね、声やったね。だから声ってね、ちょっと喋んない、ここは消すよって。静かにしてる、喋んない。編集めんどくさいからしたくないって言ってるでしょ。ワックス入ってる、ここマジかよ。ワックスというか穴のばらつきかも、これあれだね、爪楊枝でやったよ。ベース終了。次で仕上げよう。じゃあちょっと
そろそろ仕上げてもいいかな、終わりでいいかなって思うところが来てますね。もうついね、キャンキャンに光らせたくなっちゃうんですけど、ほどほどでね、手直ししていくうちに履いてマックスをほらちょっと重ねたり補修したりして、そのうち表面にはなっちゃうね。いろいろ含めて 5,60% ぐらいまで終わらせておいた方が、まあ、後々楽しいかな、個人的にはですけど。なんだそれって感じですね。最初から仕上げろって思うと思うんですけど、輝きとしては鈍くて動画的にはあんまり見えないかな、見えないかもね。まあまあいいですいいです、私が良ければいいんです。いいでしょ、この子
メダリオンとかいいよね。かかと見えてるかな。良くないですか。まあいいや。その話は置いといて。仕上げだ。俺この辺で磨かないとダメじゃん。今更。質感をちょっとやっぱこの辺をねちゃんと出してあげたかったからやめました。この油膜が腫れないとぼんやりした感じなのがちょっとまだ気に入らないので、もうちょっとね、もうちょっと研ぎます。たまにちょっと力強く入れて研いであげたりすると急に光り始めたりする時もあるので、まあ、力加減気をつけて磨くといいですよ。水研ぎか。この辺、パッと見じゃ分かんないやつですけど、
細かすぎです。ここまでやることはないですよ。とても綺麗でやればもう熱いんですよ。そこまですらちょっとワックスかけるすらやってる人すらあんまり見ないですからね。日本語合ってたら全然わかんない。この辺とかにもね、薄くワックスが甲の部分とかにも乗せるんだったら、柔らかいこのベースで使うようなワックスを薄くね、こうふわってふわってこうやるね、こうやるね、見たね、OK。 あとはもう簡単だからね、閉じよく、ドライ、もっとドライ、いい加減にね、コロナのヤギでいつまで使ってるんでしょうね。いつかちょっとね、もうちょっとこうグレードの高いやつを、ね、使ってみたいんですけど。で、さっきもやったこの辺の、まあ、ついでちょっとここ寝るとこ水研ぎしたとこは当てないように気をつけて。ありますね。ツヤが出まくってるの。お分かりいただけますでしょうか。違うね。お分かりいただけただろうか。
やりがいがある靴って感じですよね。ラックスはほら薄くさっきのとっても柔らかいラックスを染み込ませたんで、ちょっと全体としての輝きも強めに、ね、出して色味も深くなりますから、反射がね薄いっていうか弱いとぼやっとするよね。まあ層ができて深いところから反射するとなんかこう色がグッとね濃い感じで深い感じになる気がする。全然ね具体的なこと一切知らないから何にも合ってないかもしれないけど、感覚的なねお話です。うん、さあ完成です。最後もうちょっとだけ置いとこうか、水とりね、子供か水とりね、といったところでしょうか。また来年からもちょっと頑張ってたくさん入ってあげたいなとは思ってますね。砂利が多いんだよ俺が行くと。砂利が多い、小石がレザーソールに刺さるんだなこれが、まあ、そんなことは、ね、どうでもいいんですけど、オールソールできるから。足ずついこうか、じゃじゃーんと、パキパキというわけではないですけど、黄色とかもきちんと磨いてます。 OK、 全体としてもいいよね、きめ細かい、わかる、つぶつぶしてるでしょ、つぶつぶしてる、表面がつぶつぶしてる、同じです。いいね、ソールのケアはちょっと前にしたので今回はありません。というわけでありがとうございました。また